フランセナ・マッコロリーは、アメリカ合衆国の陸上競技選手。主に400メートルの選手として活躍し、同種目の NCWA 及び、アメリカ室内記録保持者である。ロンドンオリンピックアメリカ代表であり、4×400MR で金メダルを獲得した。また2014年世界室内陸上競技選手権大会でもアメリカ代表を務め、400メートルで金メダルに輝いた。マッコロリーはバージニア州ハンプトン出身で故郷のベセル高校で400メートルの才覚を表した。高校時代の特筆すべき成績に2005年のバージニア州グループAAA東部地域競技大会 4×400MR にてトップから80メートル差でバトンを受け取ったにもかかわらず6人を抜き去って優勝したということがある。後日、マッコロリーは初挑戦でサーニャ・リチャーズが保持していた記録を破り、アメリカの400メートル高校室内記録51秒93を樹立した。多くの強豪大学からの誘いがあったにもかかわらず、マッコロリーはハンプトン大学へ進学した。2009年 NCAA 女子室内陸上競技選手権大会で優勝。そして NCAA 女子陸上競技選手権大会では3位に入賞した。2010年アーカンソー州フェイエットビルへ NCAA 室内選手権のタイトルを防衛するために赴いた。マッコロリーは単に優勝を飾っただけでなく、2位に1秒という大差をつけて勝利し、さらに NCAA 記録を更新。その上ダイアン・ディクソンが樹立した19歳のアメリカ記録を更新する50秒54の好記録での優勝を果たした。その後、同年の NCAA 選手権で室内でマークした記録より若干遅い50秒69で優勝した。数週間後、全米陸上競技選手権大会に出場し、自己新記録となる50秒52をマークして2位で競技を終えた。ハンプトン大学卒業後、2011年の全米選手権で再び2位になり、50秒49と自己ベストを更新し、2011年世界陸上競技選手権大会への出場権を得た。1ヶ月後にモナコで開かれたヘラクレスで記録を50秒29に縮めた。さらに、世界選手権準決勝で50秒24まで自己ベストを向上させた。決勝では50秒45とそれほど速くはなかったものの、初の世界大会で4位という成績で競技を終えた。5日後の 4×400MR ではアンカーを務め、見事金メダルを獲得した。2012年、アディダスグランプリで50秒06に記録を更新。オリンピック代表選考会で決勝に進出した。マッコロリーは7レーンで、すぐ内側の6レーンには、サーニャ・リチャーズ・ロスがいた。リチャーズ・ロスは、序盤から飛ばし、マッコロリーは、後半から速度を上げようとして苦労した。リチャーズ・ロスは、シーズンベストをマークし、DD トロッターもオリンピックの切符を手に入れた。マッコロリーは、デビー・ダンをなんとか振り切って、代表の座を射止めた。ロンドンオリンピックでは400メートルと4×400MR に出場した。400メートルでは50秒33で7位入賞を果たし、4×400MR では3走を務め、リチャーズ・ロス、トロッター、アリソン・フェリックスとチームを組んで3分16秒87というソウルオリンピックでのソ連アメリカチームに次ぐ、オリンピック史上歴代3位、世界歴代5位の記録で優勝した。2013年の全米選手権で50秒01に記録を更新し、2013年世界陸上競技選手権大会の出場権を得る。同選手権では400メートルで6位、入賞4×400MR で銀メダルを獲得した。2014年世界室内陸上競技選手権大会では400メートルと4×400MR の2冠を達成した。ありがとうございます。